都市銀行。都市銀行とは、普通銀行の中で、東京や大阪などの大都市に本店を構え、広域展開している日本の銀行である。略して都銀。法的根拠はなく、明確な基準を持たない一方で、その対象は限定されており、現在は5行、定義によっては4行が該当する。都市銀行は、1968年10月から、 始まった大倉大臣の諮問機関、金融制度調査会第1分科会における、普通銀行の諸問題の審議にて、普通銀行のうち、6大都市、またはそれに準ずる都市を本拠として、全国的にまたは、数地方にまたがる、広域的営業基盤を持つ銀行のことと定義された。当時、都市銀行に分類されたのは、第一銀行、三井銀行、富士銀行、 三菱銀行、共和銀行、日本環境銀行、三和銀行、住友銀行、大和銀行、東海銀行、北海道拓殖銀行、神戸銀行、東京銀行の13行、統一金融機関コード順である。1968年に日本総合銀行が総合銀行から普通銀行に転換し、太陽銀行に称号を変更して、 都市銀行に加わった。1969年には埼玉銀行が地方銀行から都市銀行に転換し、国内の都市銀行は15行体制となった。1971年に第一銀行と日本官僚銀行が合併して第一官僚銀行が、1973年に神戸銀行と太陽銀行が合併して太陽神戸銀行が誕生し、 その後は長らく13行体制となっていたが、北海道拓殖銀行の破綻や都市銀行同士の合併再編により、2013年以降は現在の5行体制となった。このことから、都市銀行は大手銀行である場合が多く、現在では莫大な預金残高を抱える、いわゆるメガバンクとその系列銀行、メガバンクに匹敵する銀行が占める。 また、大手銀行であっても、新生銀行、青空銀行は、旧長期信用銀行法による超新銀の後継銀行であること、各信託銀行は、金融機関の信託業務の権営等に関する法律による銀行、誘貯銀行は、国営原業の郵便貯金を出事とする特殊性から、都市銀行と定義されない。帝国データバンクが、企業が IO ファイル、 コスモス2に収録されている企業146万社、特殊法人、個人事業主を含むを対象に行った全国メインバンク調査2016年12月によると都市銀行5行をメインバンクとする企業シェアは20.06%である。地域別では関東地方で3位まで三菱東京 UFJ 銀行、水穂銀行、 三井住友銀行の産業が独占、埼玉リソナ銀行5位、リソナ銀行9位も10位以内に入る。近畿地方でも、三井住友銀行、三菱東京 UFJ 銀行、リソナ銀行が3位まで独占し、リソナ銀行系列の近畿大阪銀行が8位、水穂銀行も10位にランクインしている。その他の地域では、中部地方において、 東海銀行を母体とする三菱、東京 UFJ 銀行が1位であるほか、有力地方銀行や一部の信用金庫、信用共同組合が、それぞれの地域で強みを見せており、都市銀行は関東と近畿で強い傾向にあると言える。以下、全国順位10位までの銀行を示す、太字は都市銀行。なお、10位までの順位は2009年の初回調査より変動はなく、 三菱 UFJ 銀行の首位は8年連続である。2013年7月以降、都市銀行は次の5行に限定されている。埼玉リソナ銀行は、都市銀行に含める場合とそうでない場合がある。すべて前日の13行の流れを組む銀行で、これ以外の銀行は、都市銀行と呼ばない慣例が存在する。店舗数は2012年3月末時点。日本国外の店舗を含む、 1942年の金融統制団体霊志向に際して普通銀行統制会に加入した銀行グループにその期限を求めることもできる。神戸銀行は前進業の一つとして岡崎財閥参加の神戸岡崎銀行も関係している。埼玉理想な銀行は前進である旧埼玉銀行が全国地方銀行協会に加盟しておらず、現在も非加盟のため、 都市銀行とされる。一部の文献等では、かつて埼玉銀行が全国展開をしていたことが理由ともさるが、遠隔地、主に大都市に支店を持つ地方銀行は珍しくなく、定期付けとしては弱い。大企業のみを顧客とする水保コーポレート銀行、当時は都市銀行とされていたのに対し、長期信用銀行から転換した新生銀行や青空銀行は、 大都市に本店を構え、全国展開しているという条件を満たすが、出自の関係から都市銀行とされないなど、近年の銀行再編成によって、都市銀行の基準は曖昧化しつつある。全国地方銀行協会、地銀協、第二地方銀行協会、第二地銀協のいずれにも属していない、普通銀行とみなす見方もあるが、これは銀行の運営方針などの問題もあるため、 明確な定義でない。ただし、都市銀行混和会という日本経済団体連合会加盟の任意団体は存在し、全国銀行協会のプレス発表でも、都銀行、地銀協、第二地銀協、新託協和というような言い方をしている。全国銀行協会などの発行物、日本銀行の定義、財務省の分類では、埼玉リソナ銀行と、 水保コーポレート銀行を都市銀行として扱っている。しかし、金融庁のウェブサイトで公開している免許、許可、登録等を受けている業者一覧では、水保コーポレート銀行金融庁所管の都市銀行、新生銀行及び青空銀行を金融庁所管のその他とする一方、埼玉リソナ銀行を関東財務局所管のその他としているなど定義は、 分かれている。本校では、埼玉理想な銀行及び、水保コーポレート銀行、後に、水保銀行と合併を、都市銀行として扱う。金融行政での統計資料等においては、都市銀行を普通銀行のうちの本庁直轄銀行、ただし業態が従来型のものと同義語であるかのごとく使用している。銀行法第十九条、第二項では、 金融庁長官は権限の一部を財務局長、財務支局長を含むに委任することができると規定されている。これは金融庁自体に地方支分部局がないため、発足の際の母体となった財務省の地方支分部局に委ねているためである。この規定に基づき銀行法施行令、第17条の2が1項では個別の権限を列挙して銀行業の免許。 銀行の合併等、経営の基本的事項以外は、全部長官権限を財務局長に委任しているが、道場第四項により、金融庁長官の指定するものには適用しない、還元すれば、金融庁長官の指定した、金融機関については、財務局長に委任せず、金融庁長官自身が、権限を行使することと規定された。この規定に基づいて、銀行法施行令、 第17条の2第1項から第3項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件、平成14年金融庁国時代35号が制定されて、この中で、水保銀行、水保コーポレート銀行、当時、三井住友銀行、三菱東京 UFJ 銀行、リソナ銀行の5行が本庁直轄銀行とされ、これが行政上、 都市銀行と表現されている。その他、長期信用銀行から移行した二行、新生銀行、青空銀行、新たな形態の銀行や、新宅経営銀行も、本庁直轄銀行だが、これらは、都市銀行とはされない。また、埼玉理想な銀行は、本庁直轄銀行ではないため、金融庁の作成資料では、都市銀行としては扱われていないが、 全国地方銀行協会、第二地方銀行協会のいずれに加入していないので、地方銀行、第二地方銀行には分類されず、関東財務局所管の、その他というジャンルに分類されている。これに伴い、金融庁の組織において、監督局銀行第一課と、同銀行第二課との間の監督対象銀行の区分は、銀行第二課は、 社団法人全国地方銀行協会または、社団法人、第二地方銀行協会の会員その他、金融庁官が定めるもの、金融庁組織令、第二十一条第一項第一号位、銀行第一課はそれ以外の銀行業を営むもの、金融庁組織令、第二十条第一項第一号位と区分している。文句は、都市銀行間を接続する CD。 ATM の相互接続ネットワーク。5、おさむき。